ではないから、ちゃんとそういうのはいいですね。結構なお手間でした。ありがとうございます。なんかお茶もさっき言ったように、こう言わなきゃいけない、この言葉を使わなきゃいけないってことはないです。つまり気持ちが伝わればどんな言葉でもいいんです。だからさっきみたいにお手前頂戴いたしますじゃなくて、いただきますでもいいし、お茶を飲み終わった後にお茶碗を下げるときに、ただ礼をしてもいいけど、あ、美味しかったですって言ってもいいし、それはやっぱり気持ちですね。気持ちが伝わればどんな形でも構いません。なんかその人と人との関わりがとってもこう優しいのがお茶かなっていうね。そしてなかなかこういったお茶室みたいなところでこう静かに例えばこうやって釜の音がシュンシュンシュンとなってるのをゆっくり聞く時間なんて普段の生活にないじゃないですか。でもそういう時間を持てるってなんかいいなっていう、うん、だからできるだけお茶のお稽古の時はまあ楽しいお話もね、お家の話だとかお子さんの話だとかするのもいいかもしれないけど、この時だけはちょっともう世界を変えて自分を違うところに持っていって、そういう時間を作るのもいいと思います、うん、特に日本人はもう生まれた時からそういうものが周りにあって、そういう中である程度育つのでセンスは持ってるんですね。生まれた時から全く外国で育って外国で育った方たちよりもそういうセンスがあるので、やっぱり感じる心というのが強いはずです。ただ外国の人の中にもものすごくそういったものに日本の文化とかがものすごく好き で勉強なさってる方たちの中には、日本人よりももっとこう繊細にそれを感じる方もいますね。だからそれが一概に日本人じゃなきゃダメだってことはないです。